あるはずだけど、上も探してみよう。少し明るくなってきた。あれが探してる本かな。これも違うみたいだね。ちょっとあれ何？どうやら仮面をかぶった人間みたいだ。分かってるホームズ。何者なのか確かめないとな。なら方法は一つだね。聞こえる？殺人鬼さん、そっちに行って仮面を外すよ。もし嫌ならそう言って。オッケー、嫌なのね。分かった。ああ、じゃあその草の檻の中にいてよ。私は部屋で本を探すから。もうオーデン、話が違うじゃない。オーデン、オーデン、私の娘。待って、まさか。ロビアンなの？見てる気分。でもみんな死んだと思ってるよ。その色は青だ。そして花が開く。どういうこと？書いたのは赤色の本でしょ。奴らが入ってきて、時々頭が。だがやってみよう。やらねば。ブレイクに侵されてるみたいね。でも君は、君には影響がない。なぜだ？わからない。私の家は遠くにあって、ここじゃないんだけど。でも飛ばされて、ヒューン。そう、あ、ヒューンって。はっ。そう、元来たところに戻りたいの。あ、ヒューンって。ヒューン、君は行くべき場所に戻れるだろう。じきに。ヒューン。そうよ、ヒューン。姿を現せ、侵入者よ。来たぞ。ここにいて。来たぞ。ティータイムだ。今のは誰の声？誰にせよ警戒した方がいい。まさかずっとロビアンが生きてたなんて信じられない。あの娘が知ったら腰を抜かすな。ここは我らがタンタサイラの領土。立ち入ることは許されん。我々と一緒に来てもらおう。そう簡単にはいかないよ。手が本当厄介。ちょっと、なのこいつら。ザイラの命令にのみ従うプレイノットの兵士だ。お？最後を狙え。ゾンビや化け物とはまた違った武器にさだね。自分の意志はなく、感情もない。痛みも感じない。よっしゃー。ちょ、盾が邪魔なんだけど。どうだ。あんま効いてないみたい。急げ。そう、これじゃダメか。聞いたんじゃない？
平気？大丈夫そうね。巻いたみたい。正気を失ってる。ああ、残念だが手遅れだ。ブレイクに侵されてる。でもブレイクボブが家に帰る唯一の希望。それは不安だな。今お前の意見は聞いてない。お前の決断は俺にも影響するんだ。何時の行く手に我も行かんってな。そうね、私とお前をつないでる魔法も帰った時には溶けてるといいね。そうか、相棒ができて嬉しかったか。はいはい、言ってな。何か言ったかい？ああ、いや、ただの独り言ってやつ。素晴らしい。私もよくやる。いや、違うか。頭の中の声とそれ以外の区別が難しくてな。ああ、あんたの言ってることわかる。それで君はどこから来た？ああ、シパールよりも大きな町でニューヨークっていうの。ほう、ああそうか、知ってると思う。本当に？違うか。もやのかかった記憶の片隅にあるような気が。それか夢かな。知っているべき場所な気もする。以前聞いたことがあるのか。君から聞いたのか。ああそうだ、君から聞いた。そうだ、これが唯一の希望か。黙ってて。嘘、街が燃えてる。確かに煙が上がってるように見えるな。行こう。何があったの？彼女が現れた。サンタサイラが。フレイというやつを探してる。私？この世界に来たことがアーシア中に伝わったんだ。お前の存在がタンタを脅かした。フレイ、戻ったのね。オリビア、何があったの？救世主は彼女じゃなかった。あなただった。私は救世主じゃない。オーデンがタンタに捕まった。オーデン？オーデンが。あ、ボブ待って。老人の心配もいいが、今はサイラを止めるのが先決だ。大丈夫、なんとかする。手伝うわ。ダメ、絶対ダメ。ここにいて。どっかに隠れてるの。
所にかなうはずがない。タンタサイラが町を潰す。オーデンが広場の方にいる。急がないと。あれがタンタサイラなわけない。ありえないよ。この女のせいだ。こいつが悪魔を逃がした。我が主よ、お願いです。その怒りをお静めください。女の居場所をタンタサイラに話すんだ。侵入者はどこにいる、娘よ。我がレルムに許可なく立ち入ったあの女だ。タンタサイラよ、私はロビアン・キーンだ。お父さん。オーデン、私はかつてタンタ・シンタに仕えたものだ。妻のカリスタもあなたの軍にいた。どうか娘にお慈悲を。ロビアン・キーン、その名は久しぶりに聞いたな。あの田舎娘を助けに行こう。助けてもらっただろう。あ、くそ、そうね。なんとかしないと。死角から近づけばチャンスはある。オーデンがやばい、急ごう。人混みに紛れろ。分かって紛れるから黙っててよ。だがお前の願いは聞き入れぬ。お前の娘は侵入者をかくまったのだ。しかもそれどころか、あの女の居場所についても口を閉ざしている。誰かがその罪に報いねばならぬのだ。タンタサイラ、邪魔だ。そこをどかぬか。頼む、聞いてくれ。さあ、早く。説明は後で。この侵入者めが。待て、頼む、やめろ。彼女はアーシアを、いや、あなたも助けられる。そこをどけ、お父さん。何が起こってるの。タンタサイラは物や人の性質を変えられるんだ。手下の一人を代理で使わしたんだろう。師長、何してんの。やめろ。お前はここで死ぬのだ、侵入者。早いとこ奴を倒さないと。これ以上犠牲が出る前にな。行け。じっとしてなよ。なあ、そら、さ、くそ、あいつの翼マジでいろいろ厄介なんだけど。撃ち落とすしかないね。は？どうして聞いてないの。何かに守られてるようだな。どうだ、覚悟はいい。さあ、とよし。いいぞ、その調子だ。片方の羽を失ったせいで飛びづらくなったようだな。ああ、この犠牲者たちを見ろ。この悪魔のせいだ。あなたも見たでしょう。私たちも殺される。ご決断をベレーテ議員、
あなたも同じ意見では？ああ、捕らえろ。やめろやめろ。この子は私たちを守ってくれる。この地を救えるんだ。奴も正気に侵されてる。闇が広がる前に皆捕らえろ。いや、そんな真似はさせない。ロビアンは知性にあふれ、その言葉には重みを持つ。生きていると知っていたら彼が議員になっていただろう。この娘は彼を連れ戻したのだ。よく戻ったな、我が友よ。タンタサイラの襲撃で一つ分かった。敵の敵は今や味方ということだ。こんなに多くの命を奪われてまだ耐えなければならないのか。ベレーテ議員の言う通り、タンタサイラは再び復讐に来るだろう。その通りだ。今すぐこの女をタンタサイラに引き渡せ。必要ない。私から会いに行く。おはよう、フレイ。これ、約束したトラーナの本よ。ねえ、その件だけど、頼まれてた本は逃げるときに全部燃えちゃって。いいのよ。あなたは本よりも大切な父を連れ帰ってくれた。それだけで十分だわ。受け取って。どうも。で、サイラはどこなの？上層街の資料室に行けばもっといろいろわかると思う。資料室ね、了解。オーデン、さっきあんたの親父さんが出て行ったぞ。あ、ごめんなさい、私行かないと。さっさと資料室に向かうぞ。でもボブのこと気になる。帰る方法を聞きたいし。はあ、勝手にしろ。だがいいか、サイラを倒すことは忘れるな。君フレイでしょ。この前不思議な力で化け物を追い払った。俺はピーロ。町を救った英雄に会えるなんて。私は英雄じゃないし、今後もなるつもりはない。なんか用？
困ってることない？何でも言って。例えばほら、そうだ、町を案内してあげるよ。まだ来たばっかりだろ。案内役がつくとはありがたいね。頼んだらどうだ、土地勘がつくぞ。いや、いいよ、そんな気分じゃない。もうそう言わずにさ。いいよ、じゃあ俺待ってるから、準備ができたら声かけて。ボブの様子がちょっと気になるけど。作物が無事でよかったわ。パパが言ってた、小麦がないとみんな。どうか今すぐやめてください。なんだ。ねえ、どうしたの？ロビアン殿がバローの木を冒涜したんだ。何やら興奮しているようで。その色は青だ。そして花が開く。ここで好き勝手されては困ると説明しているのに。その一本が最後のバローなんだ。分かったから話してあげて。ブレイクの中20年も生きた人よ。きっとまだここに慣れてないだけ。すぐに落ち着くはず。うん、自分に言ってるな。お父さん、お父さん、オーデンよ。オーデン、オーディ、お前か。どうしてここにいるんだ。向こうで会おうと思っていたのに、お前が来たら意味がない。いえ、大丈夫。迎えに来たのよ。一緒に帰りましょう。ごめんなさいね。落ち着いてください。それを渡して。渡してあげて、お父さん、お願い。ありがとう。あとは任せて。こんなことはもうさせないわ。約束する。私はなんと愚かなんだ。お父さんは愚かじゃない。私は信じてる。お父さんにはさせないと言ったけど、私は違う。今のうちに。また起きてを破るの。悪いとは思うけど、これもアーシアを救うためよ。父が役立つと信じるなら私も信じるわ。はい、バブ。遠くから来た不思議な子か。そう、そのあんたが書いたポータルの資料だけど、トラーナ。おお、思った以上に深刻だ。すまない、頭が少しフラフラして混乱してるんだ。ヒュー。ヒュン、ヒュン、ヒュン。そう、ヒュン。ヒュンって戻りたいの。元の世界に。あのクソ女を倒した後、生きてたらね。できるさ。クソ女を倒すこと、それとも家に帰ること。一つか、両方か、どっちもダメか。わからん。頼もしいよ。そうだ、そう約束するよ。私が君をヒューンとしてやる。必ずだ。うん、傑作だ。壊れかかったじいさんが約束とは。ありがとう。私は何をしてるんだ、こんなところで。さあ帰りましょう。オーディ。
そう、うん、行きましょう。また後でね。ねえカフ、そういえばボブ、なんでゾンビにならなかったんだろう。ブレイクの中を通ったのに。あの様子じゃそう大差ないがな。オーデンがボブを思う気持ちって不思議。不思議？なぜだ。私は親をそんな風に思ったことないから。ずっと一人で過ごしても感じ方は人それぞれなんだね。そんなもんだろ。人間というのは凄まじく複雑な生き物だからな。オリビア、何度か会っただけなのに頭から離れない。いい子だったよ。だが殺されてしまった。仇を討つべきだ。さあ資料室に向かうぞ。上層階だよね。おい、そこ。ロビアン殿のことだが、何もかもお前のおかげだ。町のこともみんなお前に感謝している。お前がいなければ被害はあれだけでは済まなかったはず。いや、私は何も。どうか辛い気持ちはわかるが、あまり気を落とすな。広場にいる詩人ウォレスには会ったか。浮ついててふざけたところもあるが、音楽の才能は確かだ。一曲聴いてみるといい。彼の音楽は心を穏やかにする力を持っている。なあ、まさかこれは嘘だろう。あの男と付き合ってるのか。いや違う、そんなんじゃない。ただこちらが、いやもちろんその何でもない。彼の音楽を聴くと勇気がもらえるんだ。明るい未来を願うのもバカなことじゃないと思えてくれ。じゃあ今度はちゃんと聞かないとね。タンタサイラの元へ行くつもりか。うちは代々サイラの近衛兵として仕えてきた。今では誇りを持って語れなくなったが、慎重にな。舐めてかかると痛い目に遭うぞ。任務に忠実な近衛兵とキザな詩人の組み合わせとは驚きだ。安っぽいロマンス小説みたいだね。町を出る前にもう少しサイラについて調べておいた方がよくないか。なんで何も言わずに通してくれたんだろう。お前の活躍を見てきっと恐れをなしてるんだろう。ここが資料室ってわけね。ほらよ。ちょっと何これ。あんた誰。師匠だよ。賢いと聞いてるが、本が何かも知らないのか。本は知ってるけど。ああ師匠には見えないね。お前も英雄には見えない。だって英雄じゃないし。前は鍛冶屋だったんだ。武器を作ってたこの町を襲ったあの女のために。仲が良かったんだよ。信頼し合ってた、お互い。そうなの。まあ昔はね、今は別人だ、お互いね。何。
てきな。この町の人たちはみんな行っちゃってんのかな。あれ、一体どうしたら鍛冶屋だった人が図書館員になるわけ。師匠だよ。賢い女は必要に応じて役割を変えられるんだ。ほら、何これ。サイラの城の間取り図だ。まさかあんた魔法使い。ジョヘッティだ。サイラに会いに行くんだってね。私はフレイ。何、無理だとでも言いたい。タンタ・サイラは高い武力を誇る無敵のタンタだ。軍を指揮して武器などなくとも簡単に敵をねじ伏せられる。どんな相手だろうと素手で倒した。会うのが怖くなってきた。こんな年寄りの戯言など聞くな。お前が彼女を殺せば世界は救われる。サイラが倒れればそのレルムの正気も止まるだろう。いや無理か。その貧弱な腕では倒せまい。ここを出る前にタンタたちのことぐらいは調べておくんだな。この資料室にはその本がたくさんある。あれが魔法使いなわけないね。昔アーシアを治めていた心優しき統治者たちね。ああ、今の姿とは程遠い。え、今本を読みに来たって言った？失礼。シパールでは本に関心を持つ人はすっかりいなくなったから。この国の人たちがかわいそう。国を治めてたのがこんなひどい奴らだったなんて。住民もそう思ってるだろう。これはタンタの力に関する本。見たところタンタたちの能力について詳しく書かれた古文書のようだ。この本から何か学べるんじゃないのか。お前の魔法を強化する方法なんかをな。まあ確かに役に立つかもね。待って、タンタたちがブレイクを起こしたわけ。マジでクソじゃない？まあ同じように思ってる住民も少なくないだろうね。
あれって初代タンタが残した碑文なんだね。他の場所にも似た建物があるようだな。もっといろいろわかるかも。立ち寄ってみようか。つまりタンタたちは不思議な力でアーシアを守り統治していた。みんなも彼女たちを誇りに思って尊敬していたけど、ある時状況が一変した。タンタたちは国を守るどころかみんなを苦しめるようになり、ブレイクを発生させた。随分と飲み込みがいいな。でもなんかおかしいよね、急に正気を失うなんて。こんなとこかな。タンタたちのことも少し分かったし。ならそろそろ出発しよう。立派な建物。まだ何か気になることでもあるのか。早くしろ、まだここでやり残したことがあるならな。よっと見て、警戒してるよ。ああ、昨日の襲撃でまだ気が立ってるのかもしれんな。猫も危険を察知してるのかもね。あんたは確かオリビアの。エレフ、彼女がオリビアの言っていた人か。あ、素敵なお姉さん。おいおい、誰のことだ。オリビアはよくエレフの面倒を見てくれてた。でも私のような大人に懐くことはなかったんだ。あんたは特別だったんだろう。特別？あんたにとってはどうだったんだい、あの子は。あの子は親の顔を知らない。赤ん坊だった頃、廃品置き場に捨てられた。嘘？あんなとこに？それできっと大人を信じられなくなったんだろうな。一人で生きる方が安心だったんだよ。そうなんだ。タンタサイラは勇猛な戦士だったらしい。くれぐれも気をつけるんだぞ。今後の対策。お前、なぜまだスパールにいる。タンタサイラからは逃げられないぞ。あのお方は敵に容赦しない、決して。プレイノストの議員か。サイラについて詳しそうだ。あのお方について聞いてみよう。勇猛のタンタと呼ばれ、肉体や精神を強化する力に恵まれている。敵にはしたくない相手だ。しかもそれだけではない。軍の指揮官として兵を鼓舞する優れた統率力を持っておられる。戦地に赴けばその姿を見た敵が恐れおののいた。そっか、分かったよ。要はめちゃくちゃ強い戦士ってことね。お前はレルムを侵害した。あのお方にとってお前は脅威でしかないのだ。線でも引いてくんなきゃ分かんないよ。ビザでも必要だっていうわけ。罪深いぞ。神聖な地を犯したのだからな。しかもあれだけの力を持つお方の領土なのだ。タンタサイラが脅威とみなし、そのせいでシパールは襲撃された。それだけじゃなさそうだが。人にも厳しいが、それ以上に自分にも厳しい。
近寄りがたく見えるかもしれないが優しいお方だ。アーシアの人々を守ること、あのお方の信念だ。守るって、町を壊して住民を殺してるのに。お前のような不届き者に何がわかるというのだ。バカな質問だった。サイラがどんな奴か知ったところで、あいつがオリビアを殺したことに変わりはないよ。許す気はないね。お前がいる限り脅威は消えない。タンタサイラがいずれこの町ごと消すだろう。あのお方に会って罪の報いを受けるがいい。ああ、言われなくても行くよ。報いを受けるのはあいつの方。ねえお姉ちゃん。え、不思議な板を持ってるって聞いたんだけど、見せてもらってもいい？板？ああ、これのこと。それって何なの？これはスマホって言ってね。なんて言えばいいのかな。これがあれば遠くにいる人と話したり、目の前の景色を絵にすることができるの。すごい。じゃあお姉ちゃんが見たものも絵にできるってことだよね。シパールの外も。まあそうだね。私この町以外は本でしか見たことないの。お姉ちゃん、お外の絵を持ってきて。やってみるけど、あんま期待しないでね。写真撮るの上手くないし。よくわかんないけど、ありがとう。すっごく楽しみ。そっか、ただのゴミじゃなかったのかもね。まあ写真なんて撮る気分じゃないけど。おそらくあの子供たちも不安な中、必死に明るく振る舞おうとしてるんだろう。お前がその写真とやらを持ってくれば少しは元気になる。そうだね、あの子たちがそれで喜ぶなら悪くないかも。準備はいいか？いいよ。クソ女を倒しに行こう。道のりは長いぞ。ひとまず近くの砦を目指そう。城はそこからすぐだ。お前って何でも知ってるんだね。そうか、地図を見ればわかるけどだ。化け物はいないね。まだ暴れ足りないのか。ふっ、動くな。行け。Huh!
から下に降りられそうだ。この雲の中？視界はある。ここが良さそうだ。こんなもんかな。十分だ。まさにお宝な。あったか。今日はどんな気分だろう。魔法の強化か。気づかないで、気づかないで。現実逃避も結構だが、死なない程度にしろよ。敵の弱みにつけ込むんだ。お前、悪役の方が向いてるんじゃないの。今だ、やれ。分かった。そうは言ってもフレイ様の敵じゃないだろう。大地の力だよ。運ばれたか。だとしても蹴散らしちゃえばいいでしょ。お休み。来たぞ、どうする。力を使うな。そんなこと言われても困るって。おう、イエイ。よし、その調子だ。次はもっと強い相手が必要だな。
一応もらっとこう。よっと。明るい気持ちにはならない場所だった。まあもしかしたらスパールに逃げた後かもしれんぞ。そうだよね。だといいな。見つかったぞ。敵がいないといないで刺激が足りんな。言っとくけど、刺激はお前だけで争った跡がある。虐殺にも見えるが。ちょっと冗談でしょ。おい、何突っ立ってるんだ。当たらないよ。バッチリヒットだね。下に気をつけな。今だ、やれ。分かった。それなりによくやってたな。それなりって何？マジイラつく。よっと。中身